はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学国語女子丸三をお送りします。でこれで女子も3つ目ですね。今まで格助詞、接続助詞やってきましたが、まあ、今回副助詞です。3つ目を取り上げていきます。でポイントに問題はないので、こっち副助詞を探す問題が全部で9問で、1個注意してほしいのが、これ1つの文章の中に副助詞1個とは限らないです。複数個ある場合もありますので、まあ、それに気をつけながらね、できる子はぜひやってみてください。でちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね全部説明していきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、ポイントの方からまず確認していきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でまず副助詞が何なのかをちょっとイメージをね持っといてほしくって、副助詞これ読んでいくよ。いろいろな語について意味を付け加える助詞なんです。で簡単に言うと、まあ、サポートするってよく言い方をするんだけど、ある言葉があるでしょ。でそれに副助詞をくっつけると意味が付け加えられるんです。まあ、そうやってサポートする、それが副助詞で、あの助詞ってね全部で4種類あるんですよ。今までこれで3種類目ですけど、その格助詞でしょ、接続助詞、副助詞で、次回の動画で終助詞をやるんですけど、この4つの中ではね、個人的には一番厄介です、この副助詞が。うん。で本当はね、格助詞みたいに全部覚えちゃうと楽です。数が基本的に16個、ちょっと参考書によってはね15個とか書かれる時もありますけど、まあ、16個ぐらいあるので全部覚えちゃうと楽なんですが、数が多いのと、格助詞みたいにね、その鬼がトヨリで空の部屋みたいな感じのいい感じの覚え方がないんですよ。長いんです、覚え方が。なので今回はあのもうこんなことは知ってるよって方ちょっと申し訳ないんですけど、自分がよく生徒に教えてたやつで、あの基本的に何個かフォローできるっていう言葉だけお伝えします。でそれがね2個言葉があって、まず1個目がハモさえ、これハモって、ね、魚がいるんですけど、ハモさえまでばかりっていう、俺これ暗号みたいによく言ってたんですけど、ハモさえまでばかりね。でこれとあともう一個はね、これちょっとひらがなじゃないんですけど、限定って言葉をよく生徒に言ってました。苦手な子は特にねよく言ってたんですけど、でこれ何かっていうと、まずハモさえまでばかりっていうのは、ハでしょ、モでしょ、さえでしょ、でまででしょ、でばかり、これ5個全部副助詞です。ハとモとさえとまでとばかりね。だからこれでまず5個カバーできる。で基本的にハ、モ、さえ、までばかり、これすごくよく出てきます、副助詞の中でも。なのでまず押さえてほしい。でもう一個限定って言ったのは、これね副助詞の中で限定する言葉が出てくるんです、2個で。それ先に言っちゃうと、もちろんねこっちで覚えちゃってもいいんですが、だけです、これ副助詞で。もう一個しか、まあだけしかって覚えちゃってもいいんだけどね。でこれも副助詞になります。でまずこの7個は覚えなってよく言ってた。だから覚えてほしい。これもしね今副助詞が何なのかってわからない子は特に、ハモさえまでばかりと限定です、だけしかだね。でこれを踏まえて解いていきます今から。けどこれだけじゃフォローできないのも出てくる、全部で16個ぐらいあるからね。なので基本的にまずこれを覚えてもらって、あとは上を解きながら、あこれも副助詞なんだって感じで覚えていただけるといいかなと思います。よし、じゃあ1番いきますよ。私は桃もみかんも好きですと、まあ、両方好きなんだね。でこれもろにハとも使ってるんだよ。どこかっていうと、私はでしょ、桃もみかんもっていう、これ3つとも全部副助詞ですね。まあ、こんな感じで探す。で次はこれさえあればよいとね、これさえあればよい、これを思いっきりさえって入ってるからね。なのでこのさえが副助詞になります。で次、外ばかり見ている、でこれも入ってるね、ばかりが入ってるから、ばかり、これが副助詞になります。まずこんな感じで探していきましょう。で次からはここに当てはまらないのが出てくるんだよ。だからもう覚えてもらうしかないんだけど、まず4番、子供でも知っている、これどれかっていうと、でもです、ちょっと曲がったね、これ副助詞です。で次、服やスカートなどを買うと、どれか、これなどが副助詞なんです、など。
いい、まあこうやってもしかしたらその学校の先生とか塾の先生とかでこうまとまった覚え方を、ね、知ってる方もいらっしゃると思うんですよ。それだったらそれを使ってもらって構わないので、まあ、ひとまずちょっとね、うんって副助詞が何ハテナが出てくる子なんかはこれ覚えてもらって追加でデモとかなどもいたなぐらいに覚えてもらえるといいかなと思います。で次が30分くらい会って話した。でこれどれかっていうとくらいです。でこのねくらいっていうのはこのくらいっていうのを表してるじゃん、まあ、30分くらいって。でこれ別に覚えなくてもいいんですけど、このくらいっていうのを程度っていうんですよ、まあ、このくらいって表すときにね。でこの程度の仲間に今回ねこの中にはいないんだけどほどっていうのもあります。これ副助詞です。ほど、まあ、もしよかったらねセットで覚えてもらえると。でそのくらいを覚えたときにこれもね絶対セットで覚えてほしいのが点々がついてぐらいになってもこれも副助詞になります。くらいとぐらいね。で次が一つだけしかくれなかった。でこれもろに限定のだけしか両方使ってる。で間違っちゃいけないのがだけしかだからピーって引いちゃダメだよ。これだけ、分かった、だけとしか両方分けて引いてください。でこんな感じで副助詞が連続で並ぶこともあります。だけしかみたいな感じで。でもちろんこれだけこれだけで使ってもいいし、しかだけで使ってももちろん副助詞になります。例えばどっか使うから、じゃあここの文章を使ってみようか。これにだけを使ってみると子供だけ知っているとか、こっち使うと子供しか知らないとか、そういうのに使えるでしょ。そうやって使ってももちろん副助詞になると。いいね。で子供だけ知ってるとか子供しか知らないって子供っていう範囲を限定してるじゃんか、両方。だから限定って言います。だけとかしかね。で8番が次こそ負けない。これどれかっていうとこれこそです。これが副助詞で、最後が行くか行かないかを決めなさいと。でこれどれかっていうと2つあります。行くかのかと行かないかのか、これ両方副助詞になります。いいかな。なので途中でもちょろっと言いましたけど、全体副助詞全体のその覚える言葉、鬼がとよりで空の部屋みたいな感じので、いい感じの、もしねご存知の方がいらっしゃればコメント欄に書いていただけると他の見た方のお役に、お役にまあね力になれるかと思うので、まあ、書いてもらえたらありがたいですね。ちょっと自分はねもうこれだけでずっと乗り切ってしまったタイプなのでこれしかお伝えできないんですが、まあ、参考になれば嬉しいです。では今回は中学国語女子丸さんをお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回は最後の女子だね、終女子をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。